こんにちは。キッドマン北海道探索チャンネル北海道のニュース1週間の時間がやってまいりました7月14日後でございます今週の私の動画にこの洗濯機が登場したんですが、まあ、なかなか興味を持ったっていう人が多くしてびっくりしましたこれあの何かわからないという方は何日か前にねスーパー株に乗って でビバホームに行って洗濯機を買いましたという動画をね配信したので気になる方は見てみてくださいこれは電源いらずで、えー、洗濯することができるということでここにハンドルがついていてちょっと回していますかこうグラグラッと回って洗浄し水を捨ててすすいで脱水もものすごいあの強力なんですよね後からこう絞っても絞れないぐらいこれね 脱水することができる。で、よえー、とね、価格載せ忘れてましたよね。4200円ぐらいでした。税込みでね。なので、災害時とか役に立つのかなと思っております。災害じゃないのに、日常で使ってますよね、私で。冷蔵庫もないですし、テレビもないですし、あと洗濯機もないです。もう手洗いでずっとやってたんですけど、 これね、面白いです。楽しみながら洗濯をすることができるということでね、いい買い物したなぁと思っております。ひょいひょいどこでも持っていきますからね。あとは今週の出来事といえば、私の友達の息子、5歳の息子がいるんですけれども、生き物がすごい好きだということなので、じゃあ魚好きかという話になって、あの、 小樽にね、釣りに一緒に行きました。生まれて初めての釣りということで、まあ私のサビキ釣りの道具を貸して、ひょいって投げたんですけど、投げた瞬間、どん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 、サバ、イワシ、あとはエゾメバルなんかが釣れて、もう海に行ったら魚が釣れて、 当然みたいにね、思っちゃってるので、魚釣りに行っても釣れない日もあるんだよっていうことをね、これから多分学んでいくんじゃないかなと思っております。まあ、とても喜んでもらいましたし、私がね、もう親戚のおっさんみたいな感じでね、こうやって釣るんだよみたいに教えてね、あの、非常に楽しかったですよね。 それでは、今週1週間のニュース、私はこう思いますけれども、あなたはどう思いますかという話なんですよね。まあ、政治とかね、結構多いんですけれども、政治に詳しくないと語っちゃいけないってことないですからね、一般市民がこういうことにはこういうふうに思いますとかっていう声を政治家が聞いて実現するということなので、一般市民が感じたことをね、どんどん言った方がいいですよね。で、その勉強不足だったりしたら、周りの人とかがちゃんと教えたり、 失敗したらかっこ悪いんだとか知らないことは恥ずかしいみたいな考えが恥ずかしいと思ってくださいではまず最初はですね、えー、三井伊勢丹ホールディングですよねで札幌に三越丸井ありますよねこれらが建て替えを検討しているっていう話なんですよねもう 慣れ親しんだ昔からあるデパートが、まあ、ついに建て替えになるんじゃないかという話で三井伊勢丹ホールディングスが札幌中心部で運営している三越と丸井の建て替えを検討しているということで、まあ、新しく作る百貨店というのはさらにホテルだとか があとは複合施設なんかも入った施設にしたいみたいなねそのようなことが書いてありました、まあ、今までのデパートっていうのはインターネットもね昔はなかったですしデパートは特別なところで特別なものが売っているっていうね、まあ、特別な空間だったわけですが、まあ、インターネットでねデパートに売ってるようなもんって言ったら悪いですけれども、まあ、大体のものは買えたりしますよねデパートに行かなくてもなので時代に合わせたあデパート にしてていくのかなと思ってね。これはねちょっと楽しみかなと思っておりますけれども慣れ親しんだね昔ながらのデザインのちょっと凝った装飾があったりね三越の前にはこうやってライオンの像があったりねそういうのはねちょっと残してもらいたいななんて思っております今流行りのガラス張りのねどこに行ってもあれあの建物あっちにもあったよなみたいなね、まあ、似たりよって 二人の建物になるとね、悪いとは言いませんけれども、迷子になります。で、2030年頃から建て替えの計画が始まり、2045年あたりに開業するんじゃないかというね、そういった方針だということでございます。美恵町は青い池だとかあ、丘、丘の公園があるんですけれども、そういう名所に関して、まあ 新たに課税することを検討していることが分かりましたとのことで、まあ、美英町は2026年4月に宿泊税を導入することを予定しているんですけれども、宿泊しないで日帰りでも違うところに泊まるっていう人が、まあ、ほとんどで美英に泊まるっていう人はもう1割しかいないっていうことなんですよね。なので宿泊税が入らないから、日帰りで観光しに来た人からもお金を徴収。 するという話でございます。 これはね、もう100円とか200円ぐらいだったら、まあ、あまあ払ってもいいけども、これが500円とか1000円ぐらいするんだったら、もう青い池に行くのはやめようっていう方結構いるんじゃないですかね。で、その収益によって、ちゃんと道が整備されたりだとかね、あとちょっと暗くなっても歩きやすいように街灯が増えるとかね、まあ、観光しやすいようになるっていうメリットはあるのかなと思って見ておりました。まあ、私自身はね、こうやってごった返して、青い池を見に来たの 外国人を見に来たのか分からないような場所っていうののは、ね、あんんまり好んでで、いいいかない、ねまあ、いいところはたくさんありますよね。まあ、いいところたくさんあるんですけれどもマニアックなままでいてほしいという気持ちもありますよね。まあ、導入を検討しているということなので多分、ね、入場料100円とか200円とかこれから取られるんじゃないかなと思って見ておりました。あなたは青池いくらまでだったら払いますか 続きまして、JR 北海道の値上げの話題でございます。釧路札幌間の 大空片道1万円を超えます。来年の春に値上げを申請という話題でございます JR 北海道が国土交通省に申請した来年4月の運賃改定で釧路から札幌間の特急大空の片道料金を330円増しの1万390 20円としましたっていう話で、今はもう特急大空のその自由席もなくなりましたし、今から急に乗りたいと思っても割引するその制度っていうんですかね、システムもないですし、もう わやですよね。本当にお金持ってる人だけ、本当に利用する人だけしか利用できないような乗りづらい JR 北海道というかね、特急列車になったという、まあそういうことなんじゃないですかね。なので、まあ、バスにお客さんが流れてるんじゃないのかという、まあ鉄オータ、鉄オマニアの方もいますよね。まあ、往復。 二万六百円ちょいですか二万、二万六百円ちょいですね。えー、札幌から釧路ね、日帰りで往復しますと、二万いくら支払いますか高いと思いますか安いと思いますか、まあ、安いと思う方はね、そんなにいないと思うんですけれどもね。 バスだとね、まあ料金的にはリーズナブルだったりするんですけれども、列車と違って、まあ隣の人とももうこんなギッチギチですし、まあちょっと立ち歩いたりとかしづらいですよね。デッキにちょっと行きますとかトイレに行きますとかね。ちょっとこう、なんていうかね、疲労度はやっぱり、 ね、あの JR の方が少ないかな、バスの方が疲れるかなっていう感じはしますよね。2枚になってもね、私はまだギリギリ列車を使いたいかなと思っております。 室蘭市の話題でございます。室蘭市ではディスカウントストアが次々と出店をしております。スーパーセンタートライアル東室蘭駅、室蘭東駅ですね。東室蘭は JR 北海道の駅でしたね。トライアル室蘭東店が10日にオープンいたしました。しかも9月にも 元和西に、元々馬券場の販売所だったところの跡地がトライアルとなりオープンするとのことで、次々と室蘭でスーパーがオープンし、しかもイオンなんかも近くにあったりするので、競争が激化していきますよという、そういったお話でございます。 あの、北海道新聞さんの写真ではね、ものすごい行列ができております。トライアルってあんまりね、私個人的にもあんま行かないですよね。トライアルのいいところってどういうところなんですかね他と比べて相当値段が安かったりするんですかね 安いかどうかも大事なんですけれどもね欲しい商品があるかどうかっていうのもね私の中では大事になってくるかなと思っておりますあとは止めやすさとか駐車場の入りやすさとかですよねあのバイクで行くんだったらね続きまして地味なんだけれども衰退していってますねこれもパークゴルフの競技人口が減ってさらにパークゴルフ場も消えていってますよという話でございますパークゴルフは なんだ生まれて1回1回だけやったことありますねなんか北見方面ルベシベかどっかのパークゴルフ場で1回だけ打った記憶がありますあとはゲーートボールも ゲートボールもやったような気がしますけど、覚えてないぐらいやってないです。で、パークゴルフ場の閉鎖が道内で相次いでますよっていう話で、まあ、理由とすればシニアの増加とかですよね。あと若い人があんまりやらないっていう理由もあり、しかもとどめ、とめとしましては、まあ、コロナの影響で一回も、あのね、そういったパークゴルフの サークルとかが解散してそのままやってないようなところも多いということで、去年は少なくとも5カ所が閉鎖しましたというお話でございます。パークゴルフの競技人口のピーク時に比べて今現在は7割減少したということでね、まあ、どうやってパークゴルフの競技人口を増やすかとかね、そういう活動も している人もね、少なからずいるんじゃないかなと思っております。まあ、パークゴルフのいいところは、ゴルフと違って飛距離が出ないからコンパクトにできるから、まあお年寄りの方でも。 あのね、長距離歩かなくて済むっていう、そういうメリットもあるのかなと思っております。これからもパークゴルフ場減るんじゃないかというね、まあそういう可能性があると、北海道新聞には書いております。まあ何事もスーパースターが出ることが大事ですよね。パークゴルフ界のスーパースターみたいなね、大谷翔平のような、ああいった選手というか、まあパークゴルフって選手っていうんですかね、どうかわかんないですけれども、そういったスーパースターが ね、かっこいい選手が出てくると変わってくるんじゃないかなと思っております。続きまして、北海高校ですね。北海高校の連勝が29で止まる高校野球南北海道大会7月12日の記事でございます。あれですね、甲子園の予選ですか。丸山球場で1回戦が行われたんですけれども、北海高校が札幌高生に 1>, 1対9で7回コールドで負けてしまいましたという話で、連勝が29で止まりましたってね、ニュースになるんですね。まあそれだけ強かったという話なんですけれども、スポーツは勝者の数だけ敗者がいるんですよね。100、100チームの勝者がいたら100チームが負けるという話で、その中でまあ29連勝してきた。まあすごかったという話なんですけどね。まあ負けることは全然ね、まあかっこ悪いことでも何でもないんですからね。 あの何も気にしないで戦っていただきたいですよね。 続きまして、札幌市の私立学校にエアコンを設置するという話で、常設型のエアコンの整備を300校で計画しておりまして、設置の完了は4年後の夏までということなんですけれども、間に合わないその学校には簡易的なエアコンを設置しましたっていうね、そういったお話でございます。いいですね。あの、今の 小学校、中学校は涼しい中勉強することができるんですね。まあ、それによって集中することができるから、まあ、学力がアップするとかね、まあ、勉強に集中することができるという話なんですけれども、言い訳できないですよね。もう涼しくて環境いいのにも関わらず、集中できなかったのか、勉強できなかったのか、ってね、そういう言い訳もしづらくなってしまうのではないでしょうか。 続きまして同庁赤レンガ庁舎来年の7月にリニューアルオープンするという話なんですがそれに対し鈴木直道知事がコメントをしたということで。 道庁の赤レンガ庁舎に対し、そこでしか見られない景色が体験できるような、必ず多くの方にお越しいただける施設であると思っているという話でございます。まあそこからしか見れない景色は100年記念塔でしたよね。まあもちろん道庁もそうなんですけれどもね。しかもリニューアル後には、 なんとですね、アイヌ文化の展示コーナーができるということでね、アイヌをどん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 ね、推し進めていますよね。ウポポイ大好きの鈴木直道さん。まあ、開拓の歴史を皆さんに知っていただきたいという風な発言。 聞きましたか皆さん。もしあればね、教えていただきたいですよね、まあ。さらに飲食コーナーなんかもできるということで、しかも今までは無料だったんですが、ここからは、ここからはっていうのは来年の7月からは有料になりますという話ですね。理由としましてはサービス向上のためというお話でございます。まあ観光化、さらに観光化してお金を取っていくぞということなんですけれども、まあ、無料のままでもね、あの、 もう道長自体もう素晴らしいですからね、建物がねもう中。中で働いてる人はどうかわかんないですけども、その道長の建物自体は素晴らしいので、別に有料にしてサービスしなくても素晴らしいものは素晴らしかったんですよね。ただね、もう決まってしまったものは決まってしまったのでね、新しい姿もね、楽しみたいなと私はね、前向きに思っております。来年の今ぐらいですかね、楽しみでございます。 続きまして、鈴木直道北海道知事の無気力答弁でございます。これね、全然大きいニュースになりませんでしたよ、皆さん。まあ、どういう話かと言いますと、鈴木直道知事が、同議会の野党会派に対する答弁で、質問が数回にわたって でも正面から答えず毎回同じことを発言を繰り返す無気力答弁を続けているとのことでまあなかなかこれはねひどい話ですよね事前に一言一言をすり合わせる答弁調整を利用してまあうまくね自民党だとか公明党の両党に配慮する鈴木直道知事の思惑が見え隠れするっていうことなんですけど 何に対して無気力答弁をしていたのかっていう話なんですがこれがもう釧路湿原の太陽光パネルなんですよね。で、えー、と北海道有志会の方の質疑。 釧路湿原出現周辺で進む太陽光発電の設置の規制に関しての質問に対して、北海道知事直道、鈴木直道北海道知事は、環境に十分配慮した事業が進められるよう、事業者に必要な対応を促すというね、まあそういうことを言ってたんですが、まあ自身の思いには触れず、同じことを繰り返したということで、 まあ,あ、まあ、釧路出現だとかね、あと、 山林地帯だとかどん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 太陽光パネル増えていってますけれども鈴木直道自体はその太陽光だとか風力発電を推し進めるということでやってますから周りはもう一切聞かず前へ進むって言ってますからねまあある意味政治家らしい政治家っちゃ政治家らしい政治家っちゃ政治家らしいんですけれどもまああまりにもこう暴走が止まらない姿がねこのように北海道新聞にも報道されているっていう話で でございま,すまあ誰誰かか止止めめてていいいいたたたただだききですねまあ次は鈴木直道北海道知事には入れないどころって言ってますけど他は他でねもう嫌なことになってますからねということで、まあ、今週1週間ご視聴ありがとうございました。